雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。本日はこちらです。じゃん、はい、冬、秋冬にはぴったりのファーですね。こちらのファーの、ファーを使ってピアス、イヤリング、ファーピアス、よく流行ってますよね、こんな感じ、後ろから見える、はい、ファーピアス、イヤリングを作ってみたいと思います。では早速どうぞ。やっていきたいと思います。ちょっと背景がガラガラなのは、白いファーが目立つようにしているためです。こちらは直径4センチの白いファーになります。で、ファーピアス本当によく流行ってるんですけど、このファーの、ちょっと触ってもらうと中に芯があって硬いんですけど、ここを千枚同士でプスッと穴を開けます。プス、この時ちょっと気をつけてくださいね、危ないので。で、よく見ると、はい、こんな感じで今ファーのところに千枚同士がプスッと刺さってます。はい、で、ここっていうのをちゃんと、はい、見つけておいて、こちら T ピンを用意します。 T ピンというのは後ろに留めがあるタイプの金具です。ここを刺します。よ、はい、そうするとこんな感じでポヨンと出てきます。そしてこのお尻のところはこうファーをこう立ててやると見えなくなります。はい、そしてよ、このピンをいつものように、ここからはいつものようになんですけど、ポキッと90度曲げます。はい、ちょっとファーがあって見えにくいですけど、はい、こんな感じでポキッと曲げてます。そしたらこの一番付け根のところから7ミリぐらいのところを、ポキンと折ります。あ、切ります。飛ぶので手で押さえてください。はい、そうするとちょっとティーピンが短くなりましたよ。これちょっと難しいですね、見せるのが。はい、そして丸ヤットコを用意します。これを手を裏返しの状態、このこうじゃなくてこういう状態から始めて、このティーピンの端っこのところを持ちます。そして手をこう戻すような、手を、正面に戻すような感じでくるくるっと巻いてください。そうするとこんな感じで、ティーピンが、はい、丸感が出来上がります。ちょっと見えにくいんで大丈夫かな、はい、丸いのができたのが分かるかなと思うんですけど、はい、そしたら今度ピアスのキャッチを用意します。こちらがこうピアス普通になってるやつで、この裏側のキャッチというのは裏具のことですね。このピアスがここにこうピッと刺さって止めるタイプのこの後ろの方の、はい、この後ろの方の金具のこの丸いところに今作った、この丸カンをですね、ちょっと今作ったやつを少しだけ開いて開けます。よ、こんな感じでちょっと隙間を開けます。そしてこのキャッチの部分をこの中に入れ込みます。そしてよ、今作った丸カンをピタッと閉じてください。はい、そうするとこんな感じで、キャッチがファーにくっつきました。はい、そしてそこまでできたら今度はこのピアスの方ですね、こういう風にこうピチって刺すこちらの棒の方ですね、ここに、いつものようにボンドを用意して、でここにギュルギュルっとボンドをつけます。はい、こんな感じです。はい、そして、カボション、この薄いピンクのストーンがついたカボション、ここをペタッとくっつけます。今ちょっとボンドいっぱいつけすぎましたけど、はい、こんな感じで、はい、これでピアスはピアスのファーピアス、ファーピアス、こんな感じで出来上がりました。ファーの色や大きさなんかもいろいろ変えると簡単にできますので、ぜひチャレンジしてみてください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。
今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。 YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましても、こんなの入れてほしいとか、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸作家店レチェの向田でした。